どうも、リバランド小田です。はい、ということで、じゃじゃん、 OTT、 初めて OTT に参加します。はい、で今日は OTT 戦後、1500m 走ります。今シーズン、今回で4戦目、4分9、4分5、1週間前に4分2で、まあ順調に今来てて、いよいよ3分台が見えてきたということで、この初めての OTT で目標3分台で走りたいと思います。で今日まあ一応三塚さんが、64のペース、3分台出るペースで引っ張ってくれるので、まあ、そこに食らいついていこうかなとっていうのが1点と、今日のレースプランとしては風戸さん、今ラフィネで戦後3分50切る選手なんですけど、その人にアドバイスもらったら、3回スパートをかけるらしいと、戦後は残り500と300と150でかければどんなペースで行ってもいけるよって言ったんで、ちょっと今日は、まあ、64に食らいつくっていうのと、3回スパートかけるっていう、まあ、新しいちょっとレースプランで、3分台狙いたいと思います。頑張ります。さあ始まりました、 1500m 第4戦目。サリバラ帽子かぶった、服、ジンガーの服を着た選手ですね。はい、鮮やかな服ですね。はい、フットでスタートしまして、で今回2つのカメラでレースを追っていきたいと思います。で、今回めちゃくちゃ先頭飛ばしてる人いると思うんですけど、あれは 300m 部門ですね。はい、今 200m 25秒ぐらいで通過してた選手、はい、先頭めちゃくちゃ飛ばしてる集団が、今までのペーサーをしていたペーサー陣がラスト最終組は 300m だけ全力で走るという、はい、そういったレース展開になっているんですが、まもなく 300m 46秒あたりで通過しましたね。はい、で、リバランは3番手につけてますね。で4番手が姫ちゃん、はい、赤い服分かりやすいですね。で先頭が三塚さんが引っ張っているという状況で、最終目62秒あたりで通過しました。サーリバランいい走りしてますよ。ペーパーフライでね、今回も走っているわけなんですが、はい、もうスパイクは履かない主義っていうね、ここまで来たら履きたくないっていう、ちょっといまいちまだ何のスパイクが合うのかっていうのはよくわかんないんですけど、さあ、先頭もう早速4人に縛られていますね。はい、三塚さん選手がいい感じで引っ張ってくれてるので、はい、非常にありがたいペースで、もうついていくだけといったところです。さあこちらね、ホームストレートが、応援が非常にあって、もうすごく、気持ちよく走ることができました。はい、さあ間もなくここで 700m 通過ですね。はい、こうしてみると結構早いっすね、先頭集団で。やっぱりもうこれだけ後ろと差がつくというわけですから、さあ間もなく 800m の通過です。はい、2分7秒あたりで通過しました。サイドからちょっと顎上がって、息上がってちょっと苦しそうな雰囲気しますが、まあ、まだしっかりとついていますね。はい、後ろの姫ちゃんもしっかりとついていますと。さあ先導集団で間もなく 1000m の通過へといったところなんですが、少しこれは三塚さんとその後ろがちょっと差が開いてますね。これは三塚さんが一人で走っているような状態、ちょっと2番手が遅れていった状態です。さあリバラン、ここで帽子を取った、帽子を脱いだ、帽子を脱いで、さあ追い上げる、さあ2番手に上がったのがリバラン、必死に追い上げる、必死に追い上げる、そしてここでスパートをかけてますね。そうですね、さあ来た、残り1周、やだ
残り1周リバラン 400m。 そうこの時2分55で通過したので、あと1周65秒で行けば余裕やんみたいな、めっちゃ余裕やん、 4分切りと思いながら走ってましたね、はい。さあ残り 300m、 ここで第2弾スパートをかける。ここをね引っ張ってくれているのが、あの新田さんっていう元実業団選手で同じ RS ラボの元先輩なんですけども、はい、新田さんにちょっと引っ張ってもらって頑張ってついています。頑張ってついているんですが、さあ残り 200m 切って、ちょっとこのアナウンス聞いた時にあれいけなくねみたいな、ちょっとよぎってしまったんですが、さあラストスパート、ラスト150からかけてますね。ラスト 100m 必死に腕振って、必死に腕振って走ってます。さあラスト頑張れ、最後まで。さあリバランどうか、ゴール出ましたね、ついに出た多分出た、これで出てなかったらもう無理、いやあーす、いや疲れない、ラスト一瞬の時吠えてたねなんか吠えてたよ、マジ気づかったなんか吠えてたやろ、人いっぱいいたんでテンション上がりましたね。あはい、ちょっとじゃあ結果発表を待ちます。はい、あそお疲れ様でした。あそではまた。なんで？朝。